フランツ・バルツァーは、ドイツの鉄道技術者、建築技術者で、明治時代の日本においてお雇い外国人として、鉄道技術の指導を行い、特に、東京駅とそこに至る、高架鉄道の基本設計を行い、東京の鉄道網のグランドデザインを行った人物である。性については、バルツェルという表記も見られる。1857年5月29日、 ザクセン王国のドレスデンにおいて数学教授の子として生まれた。プロイセンクニュー鉄道の第1回の建築家試験を通って採用され、ベルリン市街線の高架工事やケルンの駅、改良工事などに携わり、1884年にシンケル奨励賞を受賞した。在外研究員としてスコットランドやアメリカ合衆国で研修を積み、1892年から、 ベルリン高等工業学校のハインリヒミューラー・ブレスラー教授の助手を務めた。1898年2月に日本政府の招兵に応じて妻と二人の娘を連れて日本へ赴任し、直任官待遇で低新省鉄道作業局の技術顧問に就任した。バルツァーの計画した東京の鉄道網を最終的に1972年に この計画通りに完成するバルツァーが技術顧問に就任した19世紀末の時点で東京の鉄道網は関節鉄道が新橋駅を起点として東海道本線が伸びていた。また私鉄の日本鉄道が上野駅を起点として後の東北本線、高崎線などを後部鉄道が飯田町駅を起点として後の中央本線をそして総武鉄道が 本所駅を起点として、後の総武本線を伸ばすなど、それぞれのターミナル駅から四方へ鉄道が伸びていた。しかしこの間の相互連絡は、不十分で、日本鉄道の山手線が、当時の東京市街地の西側で連絡している、程度であった。東京の都市計画を考える、宿改正の事業の中で、ロンドンやパリで、ターミナル駅の連絡が不十分であることの弊害が、 指摘され、市街地を貫通する、高架線や、環状線により、ターミナル駅同士の連絡が図られているベルリンを参考にして、これらのターミナル駅の間を直結することが提案されていた。このために実際に、ベルリン市街線の工事に携わったヘルマン・ルムシュッテルやバルツァーが招かれることになった。バルツァーは、これらのターミナル駅を相互に連絡するように計画した。 東京の鉄道網全体への提案を行った。この計画によれば、関節鉄道と日本鉄道が南北に連絡し、また、甲部鉄道と総武鉄道が東西に連絡して、秋葉原駅において十字に交差する。さらに、甲部鉄道と総武鉄道の双方から新設される、中央停車場、後の東京駅へ短絡線が建設されて乗り入れる。 バルツァーが帰国した後この計画は実際に進展し、1914年の東京駅開業19、1919年の中央本線、東京駅乗り入れ、1925年の東京、上野間開通と山手線の環状運転開始、1932年の総武本線両国お茶の水間開通、そして1972年の総武快速線、 東京駅乗り入れにより結果的にすべての計画が実現することになった。こうした鉄道網の計画を実現するために東京駅に至る高架鉄道の建設が推進された。この当時、まだ鉄筋コンクリートの技術は十分に発達していなかったので都市部に連続した高架橋を建設するには橋脚の上に構成下を乗せる構造化、レンガ製、 アーチ橋の連続とする構造しかなかった。このため、ベルリンの赤レンガアーチの高架鉄道を全面的に参考にして建設する提案がルムシュッテルによりまとめられていた。これに沿って、新鋭館建築事務所が発足して、日本側の技術者により基礎設計が進められていた。これに対してバルツァーは、耐震性の検知から赤レンガアーチを止めて、 鋼鉄製管チレバー橋にバックルプレートと呼ばれる床板を張り、騒音防止のためにバラストを付設した構造を提案した。この構造は、結果的に可動橋の部分では採用されたが、高架橋の部分では採用されず、ルムシュッテル原案通りの赤レンガアーチ橋となった。構成下駄は高架であるものの、重いレンガアーチ橋では基礎の強化に金がかかり、 結果的に大さないとバルツァーは考えていたが、当時の日本の工業力では、構成下駄は輸入に頼らなければならず多大な資金が海外に流出してしまうのに対して、レンガは国産でまかなえたため貴重な資金の流出を防ぐことができるということが大きな理由であった。このためバルツァーは原案に沿って赤レンガアーチ橋の設計を進めたが、その耐震性には、 懸念を抱いていた。結果的に関東大震災ではこの赤レンガアーチ橋は被害を受けることがなかった。こうして建設した高架鉄道をどのように利用すべきかについては、すでにルムシュッテルが原案を示しており、複々線で建設した線路のうち、西側の2線を東京近郊の交通に共する山手線の環状運転及び京浜線電車に 東側の2線を長距離列車の利用に供することを想定していた。これはほぼ実現することになるが、しかし、長距離列車の貫通運転は実現しなかった。これはまず、私鉄の日本鉄道が、資金的な面から、市街地への高架線延伸になかなか踏み出せなかったため、東京駅が当初は、東端式の駅として開業することになったことが、一因で、 バルツァーも本来通過式にすべき駅を東端式に利用することは、鉄道の発展の観点から望ましくなく、早急に通過式にすべきであると考えていた。後に東京と上野を結ぶ線が開通しても、結局長距離列車の貫通運転は実施されなかった。ベルリンでは、東側から来た列車は、市街線を抜けて、 西側のシャルロッテンブルク駅に発着し、西側から来た列車はやはり市外線を抜けて、東側のシュレージエン駅に発着することで、ベルリン市内の長距離列車停車駅では東西どちら、方面の列車も利用できるようになっていた。これに習って、東海道本線の列車は、オグニ、東北本線の列車は、品川に、車両基地を置いて、互いに列車を通過運転とし、 この間の品川駅、新橋駅、東京駅、上野駅で、双方の列車を利用できるようにすることが想定されていた。しかし、日本では、東海道本線こそ複線化されていたが、この当時の東北、上信越方面はほぼ単線のままで、線路容量に大きな差異があり、自動信号化の進展度合いも大きな差があったため、直通すると、東北、 上新越方面のダイヤ乱れが東海道に波及して望ましくないとの声が上がった。ことに、東北、上新越方面では、冬季の積雪でダイヤ乱れが頻繁に起きる、実態からも、東海道本線への列車直通は断念することになり、ルムシュッテルとバルツァーの計画した、長距離列車の貫通運転は実現しなかった。バルツァー設計の日本風東京駅舎。 乗車口の正面と、側面バルツァー設計の日本風東京駅舎、上から長距離列車降車口、近距離列車降車口、高室口正面と、側面バルツァーは、東京駅の設計にも関与した。日本建築に関心を持っていたバルツァーは、瓦屋根を持った日本建築様式の東京駅舎を提案していた。しかしヨーロッパ崇拝の時代であった。 当時の日本にあってはこれは日本側には全く受け入れられるものではなかった。実際にルネサンス風の建築で東京駅舎を設計したタツノキンゴからはバルツァーの提案した日本風駅舎は赤毛の島田曲げと酷評された。これは日本に来た西洋婦人が物珍しさから洋服を着ながら日本風の曲げをゆったり下駄を履いたりといった日本趣味を 行うことに例えたもので、日本人から見れば、不格好で、日本文化の理解も、不十分であるとした。もっとも、バルツァーの駅舎案こそ採用されなかったものの、東京駅の基本的な平面構成はほぼそのまま、採用された。駅舎の中央に、皇室専用の出入り口を設けホームへ通じる、専用通路を備えるというアイデアは、バルツァーのものであった。また、 南側を乗車線用口に、北側を長距離列車の降車線用口に、降出口の脇を近距離列車の降車線用口に分離するという発想もそのまま引き継がれた。降出線用口を中央に設けたのは、降出や外国の品格利用の際の利便性を考慮したものであったが、このために乗車口と降車口が、 南北に遠く離れてしまい、一般利用客にとっては、不便極まりないことになった。これは1948年に、どの出入口からでも乗降できるように変更されるまで、続いた。東京駅の八重洲側には、当初貨物駅の設置計画があり、バルツァーの設計原案でも、そのように配慮されていた。しかし、鉄道国有化に伴い、隅田川駅、 秋葉原駅、飯田町駅など、私鉄の保有していた、貨物駅を国鉄が利用できることになったことからこれは、取り留めとなり、このスペースは、車両を基地に用いられることになった。こうして、東京駅は広大なスペースを、八重洲側に備えて開業することになったが、将来的にこうした設備を郊外に移転させれば、ホームを増設しあるいは商業施設を設置するために、利用できると、 バルツァーは土地活用のことまで配慮していた。結果的にこのスペースは後に東海道新幹線の乗り入れや八重洲の駅ビル設置に活用されている。日本での功績により、軍三島局日中受賞を受けて1903年2月に帰国した。帰国後はプロイセン区に有鉄道指鉄陣鉄道管理局管理長官に就任し、1906年には 白色商技術顧問となって、1907年から東アフリカのドイツ植民地やウガンダ、東湖などを回り、これらの地域の鉄道設計を行っている。また新英館建築事務所長として東京駅を呼び、高架鉄道建設の日本側責任者を務めた岡田武五郎は、1906年から1907年にかけて欧米各国を訪問した際に、 ドイツでバルツァーと面会し、東京駅の設計についてバルツァーの日本風建築が結局採用されなかったことを報告して了解を得ている。1914年第一次世界大戦が勃発すると57歳ながら陸軍大員として出征して負傷し、鉄十字章を受けている。第一次世界大戦後中国の三島省において、 ドイツが利権を保有していた鉄道が、ドイツの敗線により譲渡されることになり、そのための日本側の代表者との会談に出席した。鉄道院総裁官房研究所長の田中藤夫は、この鉄道の価値はゼロだと主張して、結局無償譲渡となり、バルツァーを憤慨させている。後に、ベルリンで、バルツァーを訪ねてこのことを知らされた、鉄道技術者のナバ・場光夫は、 田中に問いただしたところ、鉄道国有化の際に年間利益の20倍の価格で私鉄の買収を行ったが、三島鉄道は赤字の鉄道だったので価値をゼロと算定したと答えている。1920年からベルリン高等工業学校機械科名誉教授となり、1922年に建築アカデミー会員となった。1923年に フロイセンクニュー鉄道を体感した。1927年9月13日、ビースバーデンの自宅において亡くなった。その葬儀に際しては、日本の帝国鉄道協会から弔電が送られ、また鉄道省の現地事務所の担当者が派遣されて、花輪を備えている。バルツァーは、与えられた仕事を忠実にこなすだけではなく、その興味を広げて、知識を深め、 成果をまとめた研究熱心な人物で、その真摯な姿勢は日本の鉄道技術者から大きな尊敬を集めた。バルツァーは建築にも関心があり、日本建築の研究にも熱心であった。西洋の最新技術を取り入れることに必死であった。当時の日本人を困惑させることに日本で活躍した親とい外国人の建築家は少なからず、 日本建築に心を惹かれ、それを活かすことを提言している。バルツァーは帰国後の1903年に出すヤポニッシャ、ハウセ、1907年に大アーキテクトゥール・デア、クルト・ボーテン・ジャパンズという本を相次いで出版し、日本建築を体系的に西洋に紹介した。バルツァーは、日本の鉄道に大きな影響を与えただけではなく、日本文化の理解者、 紹介者としても大きな足跡を残した。ありがとうございます。